さあ始まりました福田の Vlog、何回目かちょっと忘れましたけども、さあ今回は、リクエストにあった通り、お芋かかぼちゃで、横に誕生日の横にスイーツを作ってくださいというリクエストがあったので、今回は、さつまいもを使った、パウンドケーキをね作ってまいりました。スイーツを作るのはもう全くの初めてで、スイーツ作りのイメージっていうのもなんかいろいろと工程があって、すごいなんか温度管理とかみたいな難しいのかなと、あと時間もかかんのかなってなんかちょっと懸念してたところがあったんですけど、そんなに難しくなくて、今回パウンドケーキということで、もはや混ぜるだけというね、すいません混ぜるだけの動画になっておりますが、ご了承ください。時間はめちゃくちゃかかりました。はい。で、この日がキングオブコントの日でしてね、ファイナルステージの決勝戦のファイナルステージしか、見れておりません。それまではパウンドケーキ作りに励んでおりました。大変申し訳ございません。まあでも TVer があるんでね、まだ見てないんですけど絶対に見ます。はい。ということで、今バターと卵を常温に戻している途中ですね。なんかバターと卵を常温に戻すことがその美味しく作るなんか筋道じゃないですけど、なんかそういうこと言ってたんで YouTube の動画で。はい。そして今はさつまいもの皮をね剥いていっています。はい。このクソデカピーラーでね、こんなピーラー見たことないでしょ。僕も初めて見ました。家でピーラーをあんま使ったことがなくて、今回初めて使ったんですけど、家でこんなでかいピーラーいるっていうね、よくわかんないピーラーがありましたね。はい。これは皮です。はい。ということでここからはさつまいもを、スライスしていきまして、でその後に、このスライスしたさつまいもを4等分して、レンジで温めるっていうね、すいませんね、めちゃくちゃ救急車が通るんですよ。はい。なぜかこの日は。はい。ということでこれ 150g なんですけど、なんか微妙に合わないですよね、こういう時のグラム測る時って。ちょっとイライラしますよねこの時ってね。まあいいやって感じで、まあ水に浸してねアクを取ってからレンジで温めという感じで、こちらはきび砂糖に、塩を一振りということで、なんかきび砂糖とさつまいもがめちゃくちゃ合うらしいですね。で今のシーンは薄力粉を買い忘れていたと。なのでもう一回コンビニに行って、買いに走って行ってました。で薄力粉が、何グラムでしたかちょっと忘れましたけども、薄力粉と、ベーキングパウダーというね、パンのね形にするパウダーね、で500ワットで3分温めて柔らかくすると。はい。いやここまででもうなんか動画見ながらやったから1時間ぐらいかかりましたね。いやもうこんな時間かかるんだと。さあ、さつまいもが無事ホクホクになりまして、潰してます。さつまいもをね粉状に、まあ粉状にというか僕の場合はちょっと大きめに潰しておいて食感を楽しめるようにしております。そして
バターを、まあ、常温で溶かしたバターですねに、きび砂糖、先ほどのきび砂糖を入れまして、ここから混ぜます。すいません、ボールがなかったので鍋でやっております。本当にお見苦しいところをお見せしてすいませんでしたと思ったら、ボールに変わっております。なぜかというと通りかかった妹が、なんで鍋でやってんの、ボール出してあげますと言ってボール出してくれました。で、卵を、まあ、数回に、かけて混ぜていきますね。ここからめちゃめちゃ混ぜます。ここめっちゃしんどかった。本当に過去一腕パンプしたんじゃないかなこれ。うん、動画ではめちゃくちゃ短いですけど、結構もう30分ぐらいやってますこれ。どれぐらい混ぜればいいかっていうのも僕は分かんなくて長く混ぜましたけども。で、さつまいも、先ほどのさつまいも入れまして、でここで薄力粉ですね。薄力粉とベーキングパウダーを混ぜ、すいませんねちょっとこぼしてしまいましたけども、薄力粉とベーキングパウダーを混ぜ合わせたのを、また混ぜるという、このゴムベラで混ぜる時の音聞いてください。これ良くないですか、なんか落ち着きません、なんかこれだけでまたスイーツ作りたいなと思っちゃいました。はい。で、黒いりごまですね。本当は多分 10g ぐらいなんですけど、もうちょっと測るのめんどくさかったんで目分量で入れております。そして、器に移しまして平らに、伸ばしまして、でこれをまあ一旦完成ということで、こちらをレンジでチン、170度かなの余熱で温めたレンジで45分ということで、でそして最後にソース、ソースというかね、グラニュー糖に水沸騰させてちょっと混ぜるというね、タレですね。でそこにリキュールを加えます。今回はラム酒、動画の先生がそう言ってらしたんで僕もラム酒でやってみようと思います。まあ、そうなりますよね。はい、こちら加えて味見もしてんのか、まあ、そうなるわな。はい、ということで、こちらが完成ということで、人生初のパウンドケーキ、いや、我ながらめちゃくちゃいい出来なんじゃないですかこれ。はい、で、さっきのリキュールと、ね、ソースですか、それを塗っていきます。でこちら一晩寝かしまして、でこれ朝です、朝の6時ぐらいに起床しまして、すいませんねバイトだったんでね、ね、これから切っていこうという算段です。さあ中身はどうなっているのか、パカー、変わりません、見た目はね、それはそうですよ、はい、寝かせただけなんで。いやでもめっちゃ綺麗だな、ちょっと上が焦げちゃったけどね。いやこの一切れ目がめっちゃ興奮したな、めっちゃ綺麗、いやもうパーフェクトじゃないですかこれ、ビューティフォー。これ味見してます今ね。うまい、これがめっちゃうまかった。いやー本当に良かったです、成功して。で今切ってる時の気持ちとしては、なんかあこれ横にあげるんだっていう、でも美味しくないって言われたらどうしよう、いやどんな反応見せてくれるかなみたいな、ちょっとなんか僕手作りで人に渡したことなくて、で今回その女の子の気持ちというか、ちょっと女の子の気持ちになって、サランラップで包みました。
そう急に回してるけど、なんか動画、はい、ええ、帰りなんですけど、 Vlog これ、これ Vlog ですね。急すぎないか。今駅のホームで、作ったパウンドケーキを渡したいと思います。こんな感じで大丈夫？え、何がですか？渡し方。渡し方？この帰りのさ、電車待つ時間のホームで大丈夫なのこれ？いや、全然、全然合ってます。だって俺これ食べるとこさ、ええ、忘れないってこと？でも全然、なんか家帰ってなんでだよ。肉なり、焼くなり。いや、こっから一工程加えねえよ。いやいや、お、すごい。ガチパンケーキです。マジですごいじゃん。いや、これ食いたいけど、うん、食ってるとこお届けしたいけど、うん、もう全然。テイクもすぐ食べないとやばい。あ、どうかな。でもね、に調べたら常温でなんか1週間ぐらいはいけるみたいなこと言ってたけど、うん、あ、そうなの。キングオブコントの日に作ったの？キングオブコントの日に作って。見ろキングオブコント。いや、それを見る Vlog にして。いや、大事でしょやっぱ誕生日の方が。副音声の時に食べるとこ。あー、いいんじゃないですか。あー、まあいけるか。それも持つか、ギリ。そう、それが持つか分かんないから今は出した。本当は副音声の時かなと思ったけど、うん、何個か食べるわ。じゃあ、あ、何個か。じゃあちゃんと美味しい状態で食べるし、美味しく、美味しい、何個と取っとくわ。じゃあ副音声、じゃあ副音声の時に、まあ、まずかったらその美味しかった時の感想を言ってください。じゃあ、はい、ということで。わかりました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。